お世話になります、ひとりでございます。6月2日にポケットモンスターソードシールドのエキスパンションパス、鎧の鼓動と冠の雪原の最新情報が公開されました。登場するポケモンについては別の動画でまとめましたので、この動画では鎧の鼓動と冠の雪原での新要素について焦点を当てて考察していきたいと思います。まずは鎧の鼓動の新要素を考察していきます。今回のプロモーション映像で印象的だったのが巨大な木だと思います。これは映像の冒頭だけでなく中盤あたりでも何度も明らかに見せつけるように映っていたので、鎧の孤島の新要素の一つだと予想できます。サンダー、ファイヤー、フリーザーもこの木の下でわざわざ戦わせていたので、ちょっとあざといくらい露骨でしたね。でどんな要素かというと、これは以前から情報公開されていたボングリの木だと思います。ボングリとは何かというと、ボールの素材になる木の実で、木の実を集めればボールを作れるというような要素です。ボングリの木以外の要素で特に予想できないため、ボングリの木と予想せざるを得ません。すっごい消極的な理由ですみません。あと理由としては、黒やピンクなどいろいろな色の木があったので、ボングリの木と考えられます。ただ懸念点として、今までのゲームでボングリの木が登場した時、そんなに大きい木というわけでなく、普通の実のなる木とほぼ同じ見た目だった点があります。昔だから再現できなかっただけかもしれないので、まあ9割ボングリの木と考えていいでしょう。というかボングリ以外だったらそれはそれで予想外のすごい新要素だと思いますので、 OK ですね。次の新要素は誰もが映像で印象に残ったと思いますが、ウロボです。ウロボは4つの道具を入れると、それらを合成して新たな道具を作ってくれるというものです。どんなゲームでもよくある錬成とか錬金とか、そういった類のものですね。そういえばよく考えればどのゲームでもよく見かけるのに、ポケモンでは確かに今までなかったですね。で合成される道具はモンスターボールやポイントアップなどがあるようです。ここでわざわざポイントアップをチョイスするところが憎たらしいですね。確かにポイントアップは割と必要な道具なのに、剣盾で大量にゲットするには面倒でしたから、鎧のことを機にゲットしやすくしてくれるのかもしれません。他に珍しい道具も出てくるということで、もしかしたらウロボ限定の新たなアイテムも登場するかもしれませんね。次の新要素は今までなかった新しい技が教え技として登場します。鎧島でマックスレイドバトルなどで手に入る鎧鉱石を使えば覚えさせることができるみたいです。また新たな掘るやつ出るんですね。またあの兄弟いんのかな。例として挙げられているのが嫉妬の炎で、相手ポケモン全員にダメージを与えるだけでなく、そのターンの間に能力が上がったポケモンを火傷状態にすることができるとのことで、必須レベルの技になる可能性もありそうですね。他にはグラススライダーという技があります。この技はグラスフィールドの状態で使用すると先制して攻撃をすることができるということで、めちゃめちゃ流行りそうで、対戦環境もかなり変動しそうでヤバそうですね。そんな教え技なんですが、なんとまたしてもインテレオンは不遇みたいです。インテレオンはただでさえ夢特性がスナイパーで微妙と言われていますが、この教え技に関してもこの例の部分で載せられてさえいません。炎技と草技だけで、しかも明らかに御三家を意識した技なのに、水技だけ載っていません。もしかしたら水が最強だから載せていないだけかもしれないですけどね。まあ普通は注目されるような技を載っけるでしょうから、インテレオン元気出せよ。次の新要素もまた結構印象に残ってる人が多いと思いますが、大スープです。これは映像では説明されていなかったのですが、公式サイトを見たら衝撃の事実が書いてありました。丸々読まさせていただきます。大スープは鎧島にある珍しい食材を集めて作ることができる特別な料理。巨大マックスの可能性を秘めたポケモンが大スープを飲むことで、そのポケモンが巨大マックスすることができる特別なポケモンになる。ちょっとこれはやばいでしょう。しか言葉がありません。この巨大マックスの可能性を秘めたポケモンの範囲がどこまでか、珍しい食材をがどこまで珍しいか分かりませんが、おそらく巨大マックスできるポケモンなら誰でもすぐできると解釈できそうなので、そうだとしたらガチヤバいですね。これで御三家を巨大マックス化できるという点では納得できましたが、今まで頑張って手にした巨大マックス個体はもしかしたら無意味というか骨折り損になるかもしれません。もしかしてこれがあるから最近イーブイやピカチュウ、ニャースといった個体の巨大マックスをイベントレイドで出したのかもしれませんね。もうお前らは価値が低いからイベントレイドで出しちゃえってことだったら悲しいですね。とはいえ面倒な厳選とかが省けるので、朗報といえば朗報ですね。最近は特に面倒な作業的なものは省く風潮がゲーム業界にあると思うので、大スープもその一つということなんでしょうね。
はい、じゃあここからは冠の雪原の新要素について考察していきます。まずは今回最も注目すべきは巣穴の大調査、ダイマックスアドベンチャーです。大調査との言葉遊びはさすがですね。画像から察するに4人でパーティーを組んで迷路のようなところを進み、ポケモンと出会ったら戦って負けたら外に出される、勝ったら先に進めて奥に行けば行くほどレアなポケモンがいる的な感じだと思います。映像ではそのポケモン霊的な感じで今までのディアルガやグラードンなどの伝説のポケモンを出していたのだと思われます。公式サイトではなぜかここにライボルトが採用されています。剣盾では腐るほど落雷が出ますからめっちゃ価値が低いと思うんですが、なぜここに採用したんでしょうかね。あと最後の要素はガラルスタートーナメントです。これは剣盾に登場したダンデやキバナとかと一緒に仲間になって戦ったりできるという要素です。今あるリーグトーナメントを人気キャラクターと一緒にできるよっていう感じですかね。多分これはほとんどの方が一回やってもう一生やらない的な感じになりそうですね。でもワンチャン珍しいアイテムとか手に入るパターンもありそうです。それを願いましょう。ということで今回しっかりと説明された新要素はこれで全部ですが、私が個人的に新要素というか気になることを最後に軽く紹介したいと思います。まず一つは自転車についてで、以前も考察したのですが映像を見るとやっぱり変な光が自転車の周りを漂っていたりするんです。今回も黒っぽい光が出ていたり、新たに白い光を出して走っていたり、今のと比べると少し仕様が異なっているかと思います。もしかしたらさらにスピードを速くできたり、雪山登れる仕様になり新たな場所へ行けるようになるかもしれませんね。それか単純に見た目の変更ができるようになるだけかもしれませんけどね。でもこれは地味にサイトには載っていないので期待すべき点だと思います。で、私が映像を見てもう一つ気になった点は、おそらく冠の雪原のお墓らしきとこです。映像で一瞬映ったのですが、墓石みたいのがあった点は非常に怪しいですよね。で、すでに今でも見張り島跡地という怪しいスポットがありますが、もしかしたらそことリンクしてうんたらかんたらということは十二分にありえます。そのイベントは超怖そうですけどね。ということで今回公開された映像と公式サイトから新要素を全て挙げさせていただきました。鎧の孤島の時点で役に立つというか、必要な新要素が多すぎるし、楽しみ以外の何者でもありません。早く孤島でやりまくりたい。失礼、孤島をやりまくりたい。